最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日 AWS。 おはようございます、サーバックスの加藤です。3月の9日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバーにて投稿お願いします。はい、毎日 AWS をお聞きの皆様にご報告でございます。2月からパーソナリティ増やしてきましたが、もう一人新パーソナリティが登場します。火曜日担当、古川さんですね。アプリケーション開発に強みを持っているエンジニアさんで、特技分野が結構強い方なので、そのあたりのアップデートは熱量を持って紹介してくれるんじゃないかなと期待しています。来週16日火曜日から放送を担当してくれます。こう動きたいということで、さてさてアップデート見ていきましょう。今回は3月の6日、11件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目。Amazon Connect はウェブサイトに埋め込めるチャット UI ウィジェットの提供を開始。はい、コンタクトセンターサービス Amazon Connect、 こちらチャット機能の方で簡単に自前のウェブサイトに埋め込みができるチャット UI ウィジェットが提供されるようになりました。最近ウェブサイトとかでよく右下にこう吹き出しマークが現れてきて、クリックするとサポートとチャットが始まるみたいなやつあると思いますが、まああんな感じのやつですね。利用は簡単で、コネクトの方で埋め込み先サイトのドメインを登録してあげて、まあ、CORS の設定ですね。その後、ウィジェットを埋め込むための HTML のスクリプトタグが生成されるので、コピーしてサイトに入れ込むだけで OK です。自社サイトと統一を持たせるためにヘッダーとか背景など各要素の色を変えたり、全体のフォントを変更することもできますし、ジョットトークンを発行することで認証を通すこともできるので、ログイン済みのユーザーに利用を制限するみたいなことも可能になります。UI の開発の必要なく、簡単にチャットを活用できる良いソリューションじゃないかなと思います。チャットサポートの実装を考えている方はぜひ確認してみてください。では次2つ目いきましょう。AWS プロトンがテンプレートでサービスインスタンス情報を利用できるように。はい、リインベント2020発表の新サービス AWS プロトンですね。コンテナやサーバレスアプリケーションのデプロイ管理統制サービスになります。でちょっとこのプロトンの紹介を軽くしておかないと、アップデートの中身があまり伝わらないと思うので、ちょっと詳しめに説明をしていきます。でまずこのプロトンですが、標準的なサーバレスアプリケーションのリソース全体をテンプレートとして定義をすることによって、開発者が新しいサービスを立ち上げるときに、そのテンプレートを使ってデプロイ環境とサービスリソースをまるっと作成できるようにするというものになります。例えばインフラの担当者と開発チームが完全に分かれているときに、インフラの担当者がそのテンプレートを作ってあげて、で開発者がそれを使って環境を立ち上げるというようなときに使うようなイメージですね。まあ、イメージ的にはそのサービスカタログとかに近いような感覚を持っておいてもらえればいいかなと思います。で機能的にはクラウドフォーメーションの上にテンプレートのバージョン管理とか、サービスをまたいで使えるような汎用性を持たせたりとか、いろいろ乗っけて便利にしたよっていう感じですね。で、ちょっと分かりにくいんですが、プロトンってサービステンプレートとかエンバイロメントテンプレートっていった独自のテンプレートを持っています。クラウドフォーメーションテンプレートとはちょっと別の概念ですね。でここで Jinja っていう Python のテンプレート言語を使って記述をして、開発者の方はこれらのテンプレートから環境作成を実行します。するとプロトンがクラウドフォーメーションテンプレートを生成してくれて、スタックが作られるっていう感じの動きをします。ちょっとこの辺どうしても音声だと分かりにくいので、 GitHub の AWS サンプルズリポジトリに入っている AWS プロトンサンプルテンプレートを見てみると結構分かりやすいんじゃないかなと思います。いくつか YAML ファイルが収められていて、拡張子は YAML なんだけど、実態はこれが Jinja で書かれたプロトンテンプレートという形になります。その中見てあげると、いかにもテンプレート言語っぽい波括弧がクラウドフォーメーションテンプレートの中にたくさん書き込まれたような見た目をしていて、これを使ってプロトンがクラウドフォーメーションテンプレートを生成するんだなっていうのがなんとなく分かると思います。でここまでが前提で、今回のアップデートはこの Jinja 記法を使って書かれるサービステンプレートとかエンバイロメントテンプレートの中で、サービスネームとサービスインスタンスネームっていう2つのパラメータが使えるようになったっていう内容になります。サービス名を引用してリソース、クラウドフォーメーションテンプレートのリソース名とかに使えるようになるので、例えばロググループとか名前が重複してはいけないリソースをテンプレートで定義するときにやりやすくなります。ちょっと丁寧めに説明してみたんですが、サーバーワークスのブログとかでも解説しているので、まあ、ちょっと2回ぐらい聞いてよくわからんってなった人はそっち見てあげてください。確かリインベントの時に AWS の方が喋っていたあのコンテナリキャップみたいな動画でも喋っていたかと思いますので、まあ、その辺も参考にしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで次3つ目いきましょう。 AWS プロトンを用いてパイプラインを利用しないサービスを管理できるように。
はい、引き続きプロトンのアップデートです。もともと GitHub などコードリポジトリからコードを引っ張ってきてデプロイを行うようなパイプラインを含めないとサービステンプレートの定義ができなかったんですが、今回のアップデートによってプロトンを使ってパイプラインなしのサービスを定義できるようになりました。例えばビルドフェーズが複雑でまだビルドパイプラインができてないっていう時とか、あとは Git でソースのバージョン管理はまだしてないんだけど実際のアプリケーション環境についてはバージョン管理とかデプロイの統制などを行いたいっていう時にも使えるようになります。まあ、パイプラインを作れるんだったら作った方が進化を発揮するサービスだとは思うので、まあ、大歓迎っていう感じとまでは思わないんですが、より細かなユースケースで使えるようになったなっていう感じはしますね。はい、では次4つ目いきましょう。 AWS プロトンがタグ付け機能に対応。はい、プロトン最後のアップデートです。プロトンにタグ付けができるようになりましたというだけなんですが、まあ、テンプレート、環境、サービスの各要素にタグを付けられて、それらが管理するリソースの方にもタグを伝播させる機能を持っているので、プロトン管理のリソースのタグ付けが簡単にできるようになります。はい、では次5つ目いきましょう。 Amazon EKS アドオンを AWS クラウドフォーメーションで管理できるように。はい、Kubernetes のマネージドサービス EKS ですが、確かにリインベント2020だったと思いますが、アドオンの管理機能がサポートされて、KubeCTL とか使って自前でインストールしなくても、コンソール操作でアドオンを追加できるようになっていました。これがクラウドフォーメーションにも対応したというアップデートになります。現時点では Kubernetes のバージョン 1.18 以降で、Amazon VPC CNI プラグインのインストールとバージョン管理のみサポートされているということです。まあ、間もなく追加のアドオンが増えていくということは書かれていました。でクラウドフォーメーションに EKS アドオンタイプっていうのが増えているので、そこで定義を追加してあげれば OK です。今まで以上に、コードを使ったインフラ管理が楽にできるようになってくるかなと思います。EKS をお使いの方はぜひご確認ください。次6つ目いきましょう。 Amazon EC2 D3 インスタンスが東京を含む複数リージョンで利用可能に。はい、またまたリーメト2020あたりで発表されたインスタンスですね。こちらも東京に行きました。 D3 インスタンス、この D はデンス、高密度の意味で、高密度ストレージインスタンスなどとも呼ばれます。大容量のローカル HDD ストレージを保持、大容量のデータの保管とか大きなスループットが求められるような用途で使用可能です。前世代の D2 に比べて VCPU あたりのメモリーが 5% 増されているほか、コンピューティング能力が 30% 向上、ネットワークパフォーマンスが 2.5 倍向上などなど、まあ、つまりですね、すっごいパワーアップしたということになります。分散ファイルシステム HDFS とかですね、やビッグデータ分析、データウェアハウス、ログ処理などに最適なインスタンスになっていて、利用時にはエラスティックネットワークアダプター ENA のドライバーとNVMe ドライバーを含む AMI を使用する必要があるという注意点だけご注意ください。はい、では次7つ目いきましょう。 AWS エレメンタルメディアライブがワークフローウィザード機能を提供開始。ビデオ配信環境を簡単に作れるサービス、エレメンタルメディアライブですが、こちらがライブストリーミングワークフローを作成するに役立つワークフローウィザードというものを提供するようになりました。ガイダンスに従って冗長性の設定だったりとか、入力ソース、トランスコーディングフォーマット、オリジン、クラウドフロントの有無などなどを選択してあげると、クラウドフォーメーションスタックを作ってくれて、自動で必要リソースをセットアップしてくれます。ワークフローの作成後にカスタマイズを入れることも簡単なので、まあ、とりあえず配信環境をパッと立ち上げたいというような時には非常に便利な機能かなと思います。今までエレメンタルメディア系のサービスって個別の部品を散らかしてこう揃えてくれていたような状態だったので、それをこうワンクリックで簡単に作れるように、まとめて作れるような機能が出てきたようなイメージですね。IVS っていうワンクリックでライブ動画配信環境をパンと作ってくれるものもあったんですが、まあ、そちらはフルマネージョになっていてカスタマイズ性に欠けていたので、 IVS で満たせないような要件でかつライブストリーミングの環境をまずは立ち上げてみたいという時には非常に有効かなと思います。社内のメディア系サービスに得意な人に紹介したら速攻で試して結構いいねっていうのことをおっしゃってましたね。そのうちブログ書いてくれるらしいので、こう動きたいっていう形で勝手に期待値を上げたところで、次8つ目いきましょう。 Amazon クイックサイトが3キーダイアグラムをサポート。はい、クイックサイトに新しいチャートが増えました。3キーダイアグラムですね。高低間の流量、物量、量ですねを表現するための図表で、まあ、Google Analytics とか見たことある方いたら、ユーザー行動のページを想像するとすごく分かりやすいと思います。特定のセグメントが最終的な工程に進むまでにどのような量で推移していくかっていうのを矢印の太さを使って可視化してあげるものです。
ちなみに1898年に初めてこの形式の表を作ったサンキーさんから来た名前らしいですね。人名つけるとすっごい分かりにくいから、特に図表の名前とかにはやめてほしいなってずっと思ってるんですけど、まあまあまあそれはさておき、まあ、こういう機能が増えましたよと。でまた同時にですね、データセットをフォルダ分けできる機能とか、チャートの線とラベルを非表示にするオプションも追加されているということです。クイックサイトを使える全リージョンで利用可能で、例えばアップフローで Google Analytics からデータ抜いてきてクイックサイトに投げ込んだりしているような時にサンキーダイアグラムとかは結構嬉しそうかなと思います。マーケティング系のデータとか持ってる人とかは結構役に立つんじゃないかなっていう印象ですね。はい、では次9つ目いきましょう。 AWS シールドアドバンスがタグ付けをサポート。はい、DDoS 保護のマネージドサービスシールドの有料プランアドバンストですが、保護されたリソースと保護グループに対してタグを付けられるようになります。既存リソースに後から追加編集もできますし、作成時にタグ付けをすることも可能ということです。まあ、よりリソースの管理が楽になるかなと思います。ご確認ください。次10個目いきましょう。 AWS グリューデータブリューでデータ前処理に使える4つの変換機能を追加。はい、ビジュアルデータ準備ツールグリューデータブリューですね。 GUI ベースでデータの可視化変換が行えるサービスになりますが、データ変換に4つの機能が追加されました。ビニング、スキューネス、バイナリゼーション、トランスポーズ、それぞれ日本語だと離散化、ワイド、日化、天地変換ですね。ちょっと統計的な知識によりすぎるので、それぞれの機能の詳しい処理については割愛するんですが、まあ、これらの統計的な処理っていうのを簡単に行えるデータ変換機能が追加されたという感じになります。コードを記述せずに使える便利な変換機能になっています。データブリューには同じようにコードを書かないような変換機能が250以上提供されているということで、データ分析が専門だけどどうにもコードはなかなか書けんというような方がですね、チームにいらっしゃるんだったらぜひ活用してみてください。はい、では次最後11個目いきましょう。 AWS クラウドフォーメーションが Amazon S3 on Outposts をサポート。はい、クラウドフォーメーションで S3 on Outposts を管理できるようになります。オンプレミス環境に AWS リソースをデプロイするサービス、アウトポスト上にバケット、エンドポイント、アクセスポイントをクラウドフォーメーションを使って作れるようになるということです。はい、ということで以上11件3月の6日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバーにて投稿お願いします。また次回毎日AWSを楽しみに。ではでは。